ユースゲは、ススキノキカワスレグサ属に分類される多年草の一種。属名は、ヘメラとキャロスの二語に由来する。和名は、花が夕方に開き翌日の午前中にしぼみ、葉がスゲに似ていることに由来する。別名が、キスゲ。茎の高さは100から150センチメートル。根は黄色い紐状で塊にならない。根生葉は、線形で、 長さ40から50センチメートル、幅5から15センチメートル、2列に出て線上に、開き上部だけ、わずかに下水する。一本の茎の先端が花序が枝分かれして、レモン色のラッパ状の花を上向きに次々と咲かせる。浜肝臓と異なり花では、アントシアニンは合成されず、花弁は赤みを帯びない。花弁は6つに深く咲け、やや方向がある。 火皮片の長さや幅は個体により色々で、火皮片の長さは6.5から7.5センチメートル、花筒の長さは2.5から3センチメートル。湯水は火皮片より短く、薬は黒子色、火中は湯水よりやや長い。火器は7から9月。夕方に花を開き、翌日の午前中にしぼみ、スズメが中立花である。果ては高田園型で、 長さ約2 0ト、mm、ルで先端が凹む。種子は長さ約5ト、mm、ル、黒色の卵型で光沢がある。シベリア、中国東北部、朝鮮半島、日本の温帯から団体の地域に分布する。日本では本州、四国、九州に分布する。田中澄江による新、花の百名山で春名山を代表する花の一つとして紹介されている。 兵庫県三方郡上町では、町花に指定されている。山地の草原や林園などの、やや乾いた場所に生育する。中部地方の山地にあるものは、葉が広く大型になり、あずまきすげと呼ばれる。本州南西部から、九州のものは、葉が狭く、ゆうすげ、または、きすげと呼ばれる。山野草として利用されている。ヘメロカリスサトリーナウコンカンゾウ、クロンキスト体系。 新エングラー体系などの分類ではユリカに分類されていたが APG3 ではススキのキカに含められる。学名はヘメロカリスサンベールギーオ多クとノンベーカーとする説、独立種とする説、中国原産のウコン肝臓の変種とする説がある。日本では以下の多数の都道府県でレッドリストの指定を受けている。千葉県では絶滅したものと考えられている。海岸開発。 道路工事、草地開発、自然繊維、園芸採集などにより、個体数が減少している地域がある。長野県の霧ヶ峰や滋賀県の伊吹山三合目の、有杉群落などでは、日本自家の食害により、植生の衰退が危惧されている。静岡県鴨群郡南伊豆町の奥、伊老崎有杉公園周辺には、有杉群落があり。 富士箱根伊豆国立公園の指定植物の一つとされている。岐阜県大垣市赤坂町の金星山にあるユースゲ自生地は2013年2月21日に市の天然記念物に指定された。伊吹山の自生地では日本自家などによる食害対策としてネットで保護されている。ありがとうございます。